で世界的にマグニチュード強く超える地震というのは今まで必ず知られているんですけれども、すぐ近くで火山が早ければ1日後、遅ければ4年後に噴火しました。世界的に見ると、これまで巨大地震が起きれば4年以内に近くの火山が必ず噴火するという。日本では去年、御嶽山一つ活発なのが、新潟県西部から太平洋にこうやって向かって伸びる富士火山帯なんですね。でここではですね、南には三宅島ですね、そしておととし11月以降活発な噴火活動が続きます、この西之島などがあります。でこれにあのプレートの境界を合わせて見ていただきたいんですけれども、これが